3.11あって、ちょうど議会が開催中で、私は議会の方にいて、菅本部会議、現場はうちの裏にいる、鈴木事業係長が中心に、避難者の方を迎え入れて、早、2年が過ぎて3年目に入っているという状態です。今日、避難されている方々も、たくさんおいでになっていただいて、これから2時までごゆっくりしていただきたいと思うんですが、代表の私が、一人いれば施設がいいかというのはそうじゃなくて、私の陰にいる、鈴木係長よりか私の部下がきちんとした仕事をしてたんで、なんとか、6月20日の閉所まで、施設運営ができたというのは事実です。終わって勉強できたことは、万が一大災害があった時に逃げる場所は決して体育館じゃなくて文化体育館だろうっていうのは私の持論です。今回あのさっき局長が俺一人じゃねえって言ったけど、俺トップがこういう人だったからできたことで、やっぱりトップが変な人だったら絶対できなかったなと思ってます。絶対この星局長のトップだったからこそここで有意義な時間が過ごせたかなって自分は思ってるんで、その局長がここ今月で定年退職になるっていうのはうんと悔しいです。だけどありがとうございました。失敗したことないです。全然ないです。さすがです。